ホッキョクグマさん、ホッキョクグマさん、あなたは何を聞いたの？ホッキョクグマさん、ホッキョクグマさん、あなたは何を聞いたの？私はライオンさんがうなってるのを聞いたよ。ライオンさん、ライオンさん、あなたは何を聞いたの？俺はカバさんが鼻を鳴らしているのを聞いたぜ。カバさん、カバさん、あなたは何を聞いたの？僕はフラミンゴさんがフルートの演奏しているのを聞いたんだよ。フラミンゴさん、フラミンゴさん、あなたは何を聞いたの？私はシマウマさんがわめいてるのを聞いたわ。シマウマさん、シマウマさん、あなたは何を聞いたの？僕はヘビさんがシュート音を立てているのを聞いたよ。ヘビさん、ヘビさん、あなたは何を聞いたの？私はゾウさんがトランペットを吹いているのを聞いたざます。ゾウさん、ゾウさん、あなたは何を聞いたの？僕はヒョウさんが怒鳴ってるのを聞いたよ。ヒョウさん、ヒョウさん、あなたは何を聞いたの？あっしはクジャクさんが叫んでるのを聞いたぜ。クジャクさん、クジャクさん、あなたは何を聞いたの？私はセイウチさんが怒鳴ってるのを聞きましたよ。セイウチさん、セイウチさん、あなたは何を聞いたの？僕は飼育員さんが口笛を吹いてるのを聞いたよ。飼育員さん、飼育員さん、あなたは何を聞いたの？僕は子供たちが、ホッキョクグマのようになってみたり、ライオンのようになってみたり、カバのように鼻を鳴らしてみたり、フラミンゴのようにフルートの演奏をしてみたり、シマウマのようにわめいてみたり、ヘビのように音を出してみたり、ゾウのように鼻を鳴らしてみたり、ヒョウのように音を出してみたり、クジャクのように叫んでみたり、セイウチのように怒鳴ってみたり、そんなことを聞いたんだ。